あそこかな、橋本食堂、須崎での1軒目。何々、創業以来鍋焼きラーメン一本で勝負するお店。はあ、生まれてこの方、鍋焼きラーメンってさすがご当地代表格。人気店だけあってお客がひっきりなしか。おばさん出てきた言うてよ。おお、おやすさん、なかなかの客さばきしてるね。では、いざ俺も。一人愛知県から、入りや、どうぞ。愛チョルカって担当直入、俺入店。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こちらどうぞ。おお、お姉さんのさばきもさばっと速やか。お、テーブルにはすでに鍋敷きがスタンバイか。さすが鍋焼きラーメン一本勝負だね。わあ、メニューも素晴らしく自然体じゃん。食堂とはこうじゃなきゃな。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。ご注文よろしいですか。はい、鍋焼きラーメン。普通大特大とあるんですが。そうね、じゃあ普通で。普通で、はい、わかりました。いいね。俺のラーメンファイル、橋本食堂。須崎名物鍋焼きラーメンが誕生したのは戦後間もなく。橋本食堂は須崎の鍋焼きラーメン文化を牽引している店だ。現在は初代の岡崎豊子さんから引き継いだ娘の恵美さんを中心に営業している。まず土鍋に鶏肉を結構たっぷり、そこに醤油だれとスープを加えた後火にかける。程よいところで軽めに茹でた麺を土鍋に投入。そこにすかさず生卵、そして蓋にスタンバイしていたちくわとネギを入れ、蓋を閉じれば完成。おお、鍋来たよ、鍋。はい、普通です。お待たせしました、どうぞ。はい、鍋到着。ではよいしょと。これが橋本食堂の鍋焼きラーメン。ほこほこと湯気立つ鍋の中にはネギ、ちくわ、卵のシンプルな具が仲良く並んでいる。香りもいいね。まずはスープ。浮いた大粒の油が膜にもなって熱々。醤油味のスープはあっさりすっきり。そこに鶏の旨味か奥深い甘みも感じられてうまい。親鳥の柄です。親鳥はだいたいすごい出汁が出るわよ。それとコクがある。で、あと野菜、キャベツとかネギとか生姜とか、アク抜きもあるし、やっぱり鶏やしね、やっぱりちょっと生姜とかは匂い取るとか。ストレートの細麺はこのスープにもぴったりだ。鍋焼きなので柔らかくなっているかと思えばそんなことはなく、コシがしっかりあってスルスルっとした喉越しも抜群だ。あのうちの母が麺にはうるさくて、まあ細麺にはこだわっちゃったと思うし、で縮れちゃったらいかんらしいがね、ストレートやないの。理由はもう今更聞けんけどかな。それとやっぱりあんまり伸びにくかったら鍋焼き焼きね、あの柔らかくしてっていう人もおるけど、大概の人が勝ち、麺勝ちと一応言いますけど、麺勝ちでっていうんで、もうすぐさま揚げるぐらい、はい。確かに鍋焼きラーメンは麺の茹で加減が大切だろうな。土鍋の中でスープを吸う時間も考えてか、麺を茹で始めてから揚げるまでの時間は確かに短い。ちくわが入るのも須崎のオリジナリティだ。焼き目の香ばしさがスープにマッチしている。さらに鍋の底から食べても食べても出てくる鶏肉。
コリコリしていてしっかり味わえ、たまらなく美味しい。鶏は、まあ、親鶏のもも肉と胸肉かな。量はね、多すぎると思うがやけど、ついつい気前を入れてしまうがですよ。本当半分でもええがかなと思うがやけど、自分が食べると思ったら多め多めってついつい入れてしまって、もうだんだん余計入れて入れるみたいな、途中で気がつくがやけど、いつもやっぱり使い込んでしまうね、はい。楽しみはまだまだ続く。とろーり半熟になった卵を麺に絡めれば、たまうまラーメンに変身。底が平たい土鍋だからこそ、卵もいい塩梅に絡められるぞ。そして鍋焼きラーメンには必ずつくのがたくあんの古漬け。この酸味が口の中をリフレッシュしてくれて、また箸が進む。須崎で生まれ須崎で育った鍋焼きラーメンは、一つの土鍋に多彩な味わいが詰まった、なんとも魅力あふれるラーメンかもしれない。須崎には最初からまだもっと昔から戦後って私は聞いちゅうけど、谷口食堂いうとこがありまして、そこが鍋焼きラーメンの最初やと私が聞いてますけど、そこがだんだんそれこそ年がいってやめて、でそれを食べよった人が鍋焼きを食べたいと、私らも食べたいと、それで店来るお客さんが私の母に、どうせラーメン塩焼き鍋焼きも作ってみてやっていうことで、母がいろいろやって今の味になってます。そうか、じゃあ橋本食堂の味はお母さんに教わったんだね。いやもう母が急に倒れてたもんで、いろはも教えてもらう、ただ一緒に仕事しよったというだけで、まあ大学あった味が変わるってみんなによく言われるんで、やるのは嫌やって言うたがですけど、父も今日手伝ってくれた姉らも手伝うし協力もする気やとついでって、もう一回やってって言うんで、できるのかという思いはあったがやけど、まあ普段やりゆとりやったらええろっていうことで、お客さんもやりやって言うてくれたんで、なんとか頑張れたと思います。そんな恵美さんも今はご覧の働きぶり、立派にお母さんの店を受け継ぎ、人々に愛されている。ところで熱い鍋はどうやって運んでるの？はい、これです。あ、鍋つかみ、手作り？はい。はあ、普通のラーメン屋じゃ見ないよね。そうですね、お客さんは素手で持っていけぐらいに思う人も中でおって、お姉ちゃんがすごいねって言うけど、これなしじゃ持っていけんで。そりゃそうだよね。須崎生まれの須崎育ち、鍋焼きラーメンも受け継ぐ人々も、これぞご当地を味わう旅だ。ごちそうさまでした。